冷凍のお弁当の食べ比べです。またかよって。いや、ちょっと検証に関しての、ね、動画もアップしたいんですけど、とりあえずこれを。で、彩り野菜とスパイシーケイジャンチキン。ケイジャンチキンって何なんだよ。ケイジャンチキンって。ケイジャンチキンがわかりません。が、こちらですね、三つ星ファーム。じゃーん！これです。冷凍の状態が、こんな感じで、ちょっとこんな感じでございます。どんな風になるのかは、ちょっとレンジにかけてみないと。こっちは4分。600で4分。こっちは3分って書いてあります。こっちの方は、シルバーライフの方の、冷凍のお弁当でございます。はい。これは何だったっけな？タイトルがよくわかんないよ、これ。牛肉のトマト焼き弁当。なんか牛肉らしいです。とりあえず、こっち3分温めてきてもらいます。ちょっとこれ3分20秒ぐらいで。もうそこだけじゃ足りないっていう意思表示でございますね。あとレタスとか。レタスはもうカットレタスじゃなくなって、玉レタスを買って、鬼のように盛り付けてるっていう。で、ご飯は、こちら。まず3分、600で3分20秒ぐらいじゃないと、なんか冷凍庫から出した状態で、キンキンに冷えてるので、ちょっとね、多めにやらないとダメですね。うん。匂いも何も、冷凍だから何もしない。うん。ケイジャンチキンっていうのがちょっと意味わかんない。今日はですね、やっぱりなんかこう、冷凍庫の中にランダムに入ってて、引き出したら絶対それを食べようとかって思ってたんだけど、なんかね、カレイの油淋鶏なんちゃらって書いてあったやつを引いてしまって、この、三つ星ファームの方ね、カレイの油淋鶏なんちゃら、ちょっとなんか一回ちょっと差し戻して、二回目に引いたやつがこれでした。どの道あれを食べなきゃいけないにもかかわらず、ちょっとなんか、嫌だな。ちょっと嫌だな、みたいな。ちょっと嫌だな系がね、ある。正直ある。これは、稲葉のライトつなが繋がってる。え、マジありえねえ、これ。あ、取れた。ちょっとそれ、レタス。このレタスも、ちょっとなんか、これはちょっと、外の葉だから、食べるの手強いから、このツナをかけると、結構美味しくなるんで、この油ごと、一気に、ツナをかける。箸。割り箸じゃない、これなんて爪楊枝っていらないと思うんだけど、これだけで結構美味しくなる。サラダを、まだ3分まだ経たない。3分って意外と長いんだよ。だからこの3分に私はカエルちゃんいますね、カエルちゃんがいないので、カエルちゃん踊りができない。ので、いや普通に喋りたいと思います。ですね、ちょっと、検証は、まあまあね、やるやつは頑張ってやってるんだけど、やれるやつは頑張ってやってるんだけど、いかんせん忙しいので、あんまりなんかできない。そんな中でですね、今ちょうど、レンジで、チンしてる間に検証の話をしたいと思います。これ今日買ってきたけどさ、始まってるよね。これ大丈夫だよね。すぐなんか、これ検証関係ねえの？あ、大丈夫だよね、これ。
ちょっと待ってみ。18日スタートの検証でした。これね、初めて見る検証とかだと、期限見ないで買って、うお、まだ早かったみたいな感じでフライングして、特に歌詞とかだと、ムカつくんだよね。歌詞が。無駄に歌詞を買ってるわけだからさ、それにもかかわらず、これ。で、ちょっとご飯した。あ、そうか、これの時あるか。歌詞で、自由研究を全力で応援プレゼントキャンペーン。何くれんのこれ。1000円の図書カード。え、マジ、たかがそんだけで、私はこの辺頑張って、歌詞を、一通り、明治と、ロッテと、グリコと、モリアと、買いましたよ。買ったら、意外と、高くて1000円、なんか、すぐ超えたみたいな、何を買ったかというと、はい。温まってきました。何を買ったかというと、次の4分のね、永遠の森？何これ？永遠の森？三愛高等学校。これすごいね。森さん学校っていう。こういう学校はね、素晴らしいだと思いますよ、これ。酪農学園の。あ、でもなんか悲しいこと。森永の美味しい牛乳。これ、すご、あ、でもなんかあれか。自分たちで育てた牛を食べる授業とか。あ、嫌だな、そういうのは。ちょっと嫌だな。これ買ってきて、これ森永でしょ。森永。ペロって。ペロってこれだね。それから、森永、ロッテ。明治は美味しい牛乳を買った。ハイチュウに美味しい牛乳が、森永の美味しい牛乳って書いてあるけど、明治の美味しい牛乳を買いました。そして、もうすでにこれ金額は超えてるのに、グリコもいっとこうと、みたいな感じで、グリコ安いの買ってきました。あんまり菓子率を高くすると、ちょっと菓子食えないので、そんな感じです。ちょっとこれ、QR とかあるんで、ちょっと、あ、これで、これちょっと見といてください。これ見といてください。ナイスな、あとはって。これが、冷凍弁当の、写真を撮って、あ、見といてください、みたいな。ちょっと、10秒くらい待っててください。OK。これ、三つ星ファームまだ来ねえな。三つ星ファーム。これが、丸いやつで見つけた検証ですね。まあ、家から近いという。車で、堂々と行って、丸越ね、行って、まあ、丸越しかないところの丸越だったら、そんなに1時間以上止めなくてもいいでしょう、みたいな感じなので、ハードルが別になんか、東急は2000円買わないと1時間の券がくれないのに、丸越はとりあえず買ったら OK みたいな、緩いんで、マレーツの方に行って、でも1000円とか2000円とかは、ね、余裕で買うんだよ。今キャンペーンやってるんで、北海道キャンペーンみたいなやつで3000円超えたら1回応募できる北海道のキャンペーンと、あと今ね GoTo レストラン&カフェキャンペーン始まって、ちょっとねこれは今回はあんまな興味ないやつはやめとこって思ったんだよ。買ってもなっていうやつ。例えば、アマンドの焼き菓子いらないでしょ？ダリーズいらないでしょ？ね、スカイラグもうすごいいらないでしょ？このね、上野精養軒は、まあ2万円なんで、ちょっとマルちゃん製麺、きついけども、どうするみたいな。で、これダイナックのお食事券、これ、とりあえずこれが一番ハードル低いんですよ。お茶なんで。ただこれね、土日の時は、お茶が78円ぐらいで、値段が安かったのに、本日98円、20円も値上げしてやがりましたよ、これ。20円も、
高くするってどういうことって。で、あとはこのドトールのダトールのカードいらないでしょ。ナダマンはちょっといいよね。これでいいなって思うのがナダマンか、ナダマンか西洋圏か、まあギリダイナックかウクライナー。まあでもダイナックもな、もうな多分落ちてると思うね。もうえぐ物価がぶっちゃ高いのもそうなんだけど、こうなんかね、なんだろう、飲食店の値上げもえげつないんでね、ちょっとね、あとコメダも嫌でしょ、あと UCC のもいらんでしょ。そうしたらやっぱり、まあ、7番のこのアサヒ飲料のやつはこんだけ対象商品が書いてあるにもかかわらず、マルーツはほとんど置いてない。あ、16社もなかったし、そう620もなかったし、ウィルキンソンとウィルキンソンの500レモンはなかったような気がする。パッケージは違うのかもしれないけど、 これウェルナ、ウェルチはちょっと値段も高いんだよ。カルピスも濃縮したやつを指してるような気がするんだよ。この辺の対象商品一品を含むなんで、なるべく安いやつで、あの自由に1000円買った方がいいし、なのでですね、さっきのお菓子にあのプラスアルファウィルキンソン一本買うとか、あとは、応用茶を一本買うとかできました。カレーか、なんかすごい、ちょっとなんかなあ、おっさんってか人による脇がの匂いがするな。なんかちょっとなんか分かる人は分かるかな。脇がの匂いするよ、ちょっと脇がの匂いがする。なんかなんだろう、なんかこういう人いるよねみたいな。ちょっと静かにして。ちょっとこう嗅いでみ。ちょっといるよねこういう人は。はいできたサムネも撮っとかないと自動サムネだとろくなもんじゃねえんだよ。ちょっと失礼、はい失礼。あ、でもなんかちょっとはい失礼っつって撮りながらなんかサムネを撮ってるやつっていうのもなかなかいないと思うんだけど、いやマジに、いやちょっとこれ食べ比べで、ちょっと食べ比べてみきたいと思います。検証はって、あ、だからなたまに挟んでいくよ、それしかない。どっちから行こうか、なんかこっちから行く。うん、なんか匂いはだからもうちょっとそういう人いるよねみたいな匂いで。ここはほうれん草エリアなんですかね、三つ星は。これ絶対酸っぱいやつ、絶対酸っぱい。これね、いろんな、ほら当たった、絶対酸っぱいやつ。緑、チキン書いてあるだめ。あ、冷てえ。まあまあいいや、ピンチにやつ。あ、なんかカレーだね。うん、ご飯食べ進めないとおかずだけ。うんうん、キャベツ、なんかあんま味がしないでポトフみたいな。でもチキンの味は鶏肉の味の素材はいいんだけど、
香りがちょっと、ただですね、これだけの品目ご飯作ってできますかっていう問題のキャベツと鶏肉とこのヤングコーンみたいなやつとブロッコリーとこれはほうれん草、この酸っぱいやつはツナ、大根、あ、ちょっと待って、ツナ、玉ねぎ、人参、パプリカ、結構な品目ですよ。これダブルだからね、こっちもちょっと違うやつなんで、それをまあ体の中に栄養として食べるってことが重要なんでね。でね、こう分けて食べてるから、これたまこれ全然関係ないんだけど、これはですね、こっちの方がね食べやすい、はっきり言って。これいきなりな、いるねみたいな感じのちょっとさ、匂いがうーんとかなってる、こうわけわからん食べ物よりもこっちの方がね馴染みあるんで、今のところ3日目なんですけど、あ、まだ冷たい、あ、あ、こっちの方が食べやすい、なんか、普通になんかあのありえる味なんで、ただ量は少なすぎるよね、これ。これがちょっときのこ、なんかね、バターじゃなくてマーガリンで炒めてるきのこ類ですね。いろんなきのこ入ってますね。で、これはちくわ。だから激安な食べ物を、料理を作ろうと思うと、これこっちのシルバーライフの方がすごい参考になる。ああ、マーガリンで炒めるのね、バターのところをマーガリンで炒めて、あとこれねみたいな。まあ三つ星ファームの方は値段が高く、専門のシェフが作ったみたいなっていうのがコンセプトなんで、これはブロッコリー&なんかこれカリフラワー、コーン、かぶるよね。なんか10食ランダムに送られてきたの、ランダムに食べてこれだけものがかぶるって、で、これはアサリのジャガイモとアサリと何これ何だっけ、グラムチャウダーみたいな感じのやつです。とうとうご飯を食いながら動画を撮るっていう荒技に出始めました。味的にはこれの方が全然おかずになる。ただ好き嫌いはこの小さいこんな世界の中でも私はね言えるよ。グリーンピー嫌だなとか。でも好き嫌いは実はいいけど、なんかこれピーマンが嫌だとか、パプリカも入ってるの、これ玉ねぎが嫌だとか、うんじゃないんだよ。栄養、体のためにいろんな品目を食べる、あ、合計7分とか8分ぐらいでご飯が完了するんです。ただ味気ないっちゃ味気ないし、値段的にも2つ高いですからね。
わさる。食べづらいん。半角はこんにゃく。食べなきゃ汚いとか話すんじゃないんだよ。食べづれえの。歯が映んないようにしなきゃいけないとか。でもすぐ忘れんだよ、これ。ちくわをこの輪切りにして。安い食材で頑張ってるみたいな。これもね、牛肉のトマト炒めとか言って言って、ほとんど牛肉入ってないよね。入ってない。どこにありますか、肉は、っていうぐらい。これを牛肉のおかずみたいな感じで言い張っちゃうところがすごいね。専門的な味がするか。まあそうだよね。まあこれが牛肉っていうんだったら、こっちの三つ星の方で牛肉っていうやつはもっとなんか牛肉ちゃんと入ってると思う。でもそんななんか匂いは好きな匂いではないけれども、まあ味は美味しい。味は美味しい。これあれ美味しいですよ。ただ自分ではこんなの作れないので、名前すら分かんなかったぐらいな。なんですもんって。日常にはないやつだね、これ。でもこういうのも食べたい人にはよろしいんじゃないでしょうか。また月曜日にはナッシュが来ますからね。ナッシュ、なんかちょっと楽しくなってきた。それでですよ、もう食べ終わったから。アテンションなんですけど、まあ、今、マルエツで、最近全然、今年になって一回も当たってないマルエツのワクワクキャンペーンをですね、これ何、これ美味しいでしょ、これ。21日まで。ダブルでいけるよ。こっちと。主催者が違うから。いけちゃうんじゃないの。これが当たるかどうかっていうのも、やってみなきゃわかんないんでね。これを500円買ってるわけですよ。本来だったら1本しか、1本で応募できるのに、この、ねえ、サントリーの、まあ、私的にはあんまり好きじゃないサントリーの、伊右衛門を買って、500円。まあ、今回の方がいいですよ。78円だと、本数から聞けなくなるんで、もう、持ってくるのが大変なんだけど、98円に、本日値上げになってましたから、本日値上げになってましたんで、98円値上げになってたんで、税込み105円かなんかなんですね。だからこれは5本買えばいいわけです。税込み500円以上なんでね。だから5本買えば OK なわけだから。で、こっちにも応募できて、で、他のキャンペーンもね、
併用すれば、こうキューピードレッシング、これもウェブで応募できるし、こちらの、ネスレの方が、こちらがですね、ウェブで応募できない。で、よくわからない。ここ、ネスカフェでドルチェグスト、商品各種、ミロ、マギー、キットカット、輸入品は除くって書いてあって、これ除くのとか、ここの一文だけで輸入品は除くっていうことだけを信じればいいのか、ここの絵にある方なのか、まあ一般的に考えると、ネスカフェ、ドルチェグスト、各、ドルチェグスト、商品各種、ミロ、マギー、キットカットで、ここ切って、輸入品のやつはダメよって考えればいい。うん、でも当たったとて、そんなすばらな、なんかすげえ欲しいやつじゃないのこれ。猫、白熊、犬。うん。耐熱アニマルグラス、白熊、犬、猫の、いずれか一品って書いてあるんだな。これさ、猫と白熊と犬だったら、何がいいですかって言って、それ、人によって、分かれるんだけど、私は犬の方がいいんだよ。これで猫が来たらイライラするからさ、もう B にしますわ。もし応募するんだったら。こう、もう、好みじゃないやつ来たら嫌だから。白熊ってこれ、白熊に見えないし、これ。コップってでも飲むとき、こうやってやるから余計分かんなくないこれ。いらないよね。いらないやつは応募するなって思うんだけど、まあそれでもやっぱケーマーなんでね、ちょっと、ゆるくてもやらないと。いや、でもね、話にならないのが、こちら。首都圏、一都四県、いろんな、食べ物ってやつがあるんだけど、これね、ウェブで応募なんだけど、マルエツね、生茶でかいのしか売ってなくて、でかい生茶が高い。バカじゃないのって思うんですね。で、クリエイトを見習えよ、みたいな。クリエイトでも同じハガキがあって、500円で、条件全く同じなんです。で、この2リットルの生茶のクソ高いのしか売ってないのが、マルエツなんだけど、うちの近くだけかもしれないですけど、生茶自体が売ってないんだよ。基本的には。で、まあ、他買えよとか、ここ5ティーぐらいだったら売ってんだろうみたいになるんですけど、これね、同じ検証が全く同じだよ、これ。多分、もう、抽選で120名。で、ここから調達した保護金は抽選で120。だ全体でも120名ってことなんでしょ？いろんなスーパーとかからの検証。だから、ちょっとね、この辺で保護金のところに、ね、なんか、ここ、HA00698 とか書いてあるから、じゃスーパーごとにこれ抽選違うのかなと思ったら、ハガキ全部同じなんで、多分全スーパーから当選全員で120名しか当たらないっていうキャンペーンで、いろんなスーパーで募集してて、関東で募集してるのは、この、首都圏1都4県のやつで、見えない。これで、で、他の地区はまたこれがまたちょっと違うハガキになってくるんじゃないかなと。で、クリエイトだと、生茶が500ミリ、500ミリかに、525か、ちょっと、これですね、これ。存じまったんですけど、これがですね、68円だよ。もうちょっと、もう、ね。これ68円で売ってて、同じ検証でさ、できるんだった。しかもなんかね、よくわかんないのが、これは LINE で応募みたいな、ウェブが LINE で応募みたいな感じになるんだけど、一回その店舗で応募して、そしたらなんか2枚、3枚、こう、ウェブから応募しても、意味ないんじゃねえのって思ってですね、まあ、これちょっと問い合わせとかもめんどくさくてしてないんだけど、なんか当たる気がしない感じ。なんか、キリンビバレって割と私当たってるんだけど、なんか縁がなさそうな。特にこの、なんかちょっとそういう感じでちょっと気が乗ってないっていう。気が乗らないイコール、多分なんか、って感じなんだろうね。ご縁も薄いんでしょうね、みたいな。ただこれからですね、何月からかわかんないけど、キリンビバドリームとかが控えてるんで、このちっこいですね、こう525、安く、今のうちに、
飲んでバーコードを貯めておくっていうのはちょっと重要な活動になってくるんで、このクソ高いですね2リットルの生茶を飲んで場合じゃないと、うん、で、まあ郵便切手の方もですね値上げになって、今確かフミの木かなんかが、出てもう多分値上げで使えなくなるから63とかの記念切手とかちょっと止めてるような気がする。在庫をあの売らせてなくすために販売を控えてる傾向にあると思うので、だからこっちもさ新しくないやつをさ定価で買うのなんかバカくせえなって思いながら、だったら金券屋かなんか行けば値段がねえ、なんか安い、割と、微妙に安いのが売ってるみたいな感じなんだけど、ただ、金券屋って多分ね、現金で決済しないといけなくて、私、現金で決済とか嫌いなんだよね。今、郵便局とかって、カードで決済できるんで、郵便局で、クレジットカードで買ってるんで、まあ、いいかなって。あ、いつも、こいつ、切って買いに来る、みたいな。あ、そこの郵便局は大体私が支えてるぐらいな。あの、切手の63円を、あのとにかくよく買うやつみたいな認識、もう普通の一般人よりも全然なんか切って買ってるっていう、うん、感じなんでね、うん、この間なんかあの人が変わった時にそのように紹介されましたね、この方はよく切って買ってくださる方ですみたいな、あそういう認識みたいな感じでございました。はい、ということで、あとマルエツはですねこのユナイテッドスーパーのやつでこのような券が1000円で1枚使えるんで、まあこのキャンペーンですね、あの全然なんか美味しい感じではないんだよ、なんかマジにあのこの Go to レストランカフェ、あんまりねあのいらないものを無理して買ってまであの頑張らない方がいいと思う。今回私4月31日までのもんじゃ焼きの券マジになんかもうちょっと大変だなみたいな感じで思ってたりとか、その前の時は1万円だったんで5000円券が2枚だったんだけど、今回なんか5000円のやつでなんかちょっと前の GoTo レストランキャンペーンでさ当たったやつ持っててなんか、ね、行きたくねえなって、あっちいいのにもんじゃ焼きかよって、7月31日かよみたいな、なんかねこのやっぱ人気なんだろうね、このなだまんとかあの西洋券とかあと、うん、まあ、ダイナックがちょっと、なんとも言えない、なんか、あの、業態がいろいろあるので、まあ、そうね、どんな店って言われたら、パパミラノとか、あとはなんか、丸の内とかに結構、東京駅に結構あるんですよ、店が、ぎゅっと。うん、美味しいかまずいかって言われるとその店によってまあ全然でバラバラだったりとかするんで、イタリアンがあったりとか普通に焼き鳥みたいな店もあって、焼き鳥とかなんか居酒屋みたいな感じの業態とかもあったりとか、する感じなので、あんまりなんかあまりそんなに西洋圏は、上野西洋圏ギフト圏って書いてあって上野だけじゃないと思うけど、これあのなんかあのパンダのいる、あそこでした、あの公園の中にある、西洋圏の。西洋圏って言ってさ、なんとなくさ、中華なイメージする方いますかね。私は最初西洋圏って言うから、あの、なんか、フランス料理かなんかかと思ったんだけど、なんか、普通に中国料理みたいな。なんだろうあれなんて月餅とかってやるから中国料理に思うのかな、でもなんか よくわからない、何回も言ってるんだけどうんわかんねえわかんねえっていうそんな感じでございます。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。